バネ式のネズミ取りネズミ取りとは、ネズミを捕獲、駆除するための罠の総称。ネズミは、病原菌を媒介し火剤などに被害を及ぼすため、捕獲、駆除の対象となる。物理的にネズミを捕獲する補足、細木と科学的な薬品を用いる、殺素剤に分かれる。罠にかかったネズミ機械式のネズミ取り機は、バネ式になっているものが多い。 この罠の中央部におびき寄せるための残飯を置いて、ネズミの通りそうな場所に設置する。食品に気づいたネズミが食べようとして、罠に触れると、バネが動いて捕獲する。画像のように、折り状になったものや、ギータにバネを取り付けただけのものや、粘着テープ式もある。一度の食事で致死する、急性毒剤と徐々に蓄積する累積毒剤があるが、毒性が強く用児、愛玩動物、 家畜が誤食する危険性があるため、校舎を用いるのが一般的。また用途上から見ると、家ネズミ用と野ネズミ用に分かれており、成分、販売、取扱いに規定があるほか、目的外利用を禁止している。江戸時代には、猛毒のヒ素を含む秘籍すなわち流飛鉄鋼を、調整して製造したアヒ酸を主成分とする岩見銀山ネズミ鳥、または岩見銀山。 猫いらずが使われていた。テーブル上のネズミを見つめる猫かつては勝手にネズミを捕獲してくれるため、ペット犬ネズミ捕りとして猫を飼っていることが多かったが、殺素材などの一般化によりネズミり目的で飼うことは少なくなった。田代島のように養蚕が行われていた地域では、蚕の天敵であるネズミを駆除してくれる猫を大切にする風習が残っている。 イギリスの首相が住む関係のあるダウニング街十番地では伝統的な習慣として首相官邸ネズミ捕獲長という身分の猫を飼っている。またイギリス外務省にもネズミ捕り長官という身分を持つ猫のパーマストンがいる。交通取締まりの様子、餌を使って罠を張るの意味から警察による交通取締まりの俗称にもなっている。サイン会とも呼ばれる。 関節有利体を手術して取ることをネズミ取りと呼ぶ場合がある。ウィキメディアコモンズにはネズミ取りに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。